僕めちゃくちゃ銅場フェチなんだ。銅場の魅力は普通の植栽とちょっと違う世界観が作れる、個性が出せること。そして緑中心の植栽に対照の調和でかっこよくアクセントが作れることだね。今日は魅力的な銅場植物の紹介や僕が考える銅場の効果的な使い方を紹介するね。マニアックに感じるかもしれないけど、ある意味簡単におしゃれにする方法でもあるから、初心者の人もぜひ最後まで見てね。みんな銅場植物ってわかるかな？はい、茶色っぽい葉っぱのことです。そう、葉が茶色いカラーリーフプランツだね。同じ植物でも葉色が違うと見た目の印象が全然違うからね。シックでかっこいいよ。カラスバ見せ場やみたいにカラスバとつくのも銅場っていうことだね。ああ、カラスも黒いから。うん、今日の授業は前半は植栽や寄せ植えの中で生きる銅場の使い方のコツ、後半は銅場の中で今おすすめの常緑低木を紹介するよ。まず銅場の使い方のコツとしては、銅場の割合の話と銅場の種類の話ね。結構大切なことだと思うよ。銅場の割合の話からいくね。普通の植物は葉は緑だよね。緑の葉と銅場の割合はどのくらいだとかっこいいかっていう話ね。緑の中の銅場って生えるから、これはベースとアクセントと言い換えることもできると思うんだ。ファッションでもベース、アソート、アクセントっていう考え方はあるし、ウェブデザインとかでもベース、メインカラー、アクセントカラーっていう考え方をするよね。ファッションで言うとアクセントは靴とかバッグとかベルトとか 10% くらいで主張するって言われてるし、ウェブでもラインとか 5% くらいでキュッと主張するって言われるね。エクステリアだってポストとかやっぱり小物で 5% から 10% くらいを意識するかもね。つまりなんとなく締まらないなーっていう緑の植栽に銅葉の植物を一つ入れるとキュッと締まりが出ていい感じになるってこと。アクセントとして銅葉を使うときは全体の緑に対して 10% ほどで、造形的にも優れたかっこいいものを使いたいね。はい先生、なんで造形的に優れたものがいいんですか？うん、少量の目を引くアクセントには最初に目が行きやすいから、これがかっこいいともう空間全体の第一印象が良くなるんだよね。だから今コルジリネの銅葉とかはフォルムが特徴的でかっこいいから使いやすくて人気なのかもね。広いエリアの植栽にしたって、緑の中に一本だけいい位置でかっこいい野村もみじがあったら際立つでしょう。なるほど。そしてもう一つおすすめの使い方は、ベースに使って全体を調和させるっていうことだね。寄せ植えとか部分的なコーナーとかは個性ある大人のシックな雰囲気でありだよね。この場合ベースとして調和させていくけど、銅葉でなくても例えば茎が赤黒いとかシックな雰囲気で調和してるっていう考え方の方が狙いやかっこよさが分かりやすいし、植物も集めやすいと思うよ。先生、なんで寄せ植えとか部分的な場所だけなんですか？ああ、やってみなきゃわからないけど、例えば公園全部とか広すぎる空間を黒い葉っぱだけにしちゃうとちょっと魔王が出てきそうで子供が寄りつかなくなっちゃいそうでしょう。確かに広すぎる空間全部っていうのはよく考えてからの方がいいかもね。特徴が同じものを揃えて集めると調和して魅力が増幅すると思うけど、この銅葉を集めるっていうのは誰の目から見ても分かりやすい狙いのあるかっこよさだから、何かしらかっこいい空間を作りたい時とか個性も出したいような時は銅葉にも注目してみてね。ま、今話したことを分かりやすいようにファッションに置き換えると、銅葉って割と黒に近い強い色だから、キュッとバッグや靴でアクセントに使うか、全身黒みたいにベースに使うか、分かりやすくちょっとかたくさんだと失敗しにくいね。なるほど。チグハグになったり喧嘩しちゃいそうな半々ぐらいのバランスっていうのは、上級者は
葉の色以外の部分でうまくつなげて違和感なく作れるかもしれないけど、なかなか難易度は高くなると思うな。そして銅葉の使い方として割合だけじゃなくて銅葉の種類の話もするね。銅葉って黒っぽい葉みたいな感じだけど、その中でもよく見ると2種類あると思うんだ。紫に近い銅葉と茶色に近い銅葉、言い換えると赤系か黄色系。例えばこの同じ赤葉千日紅だって、この2種類は葉の色が違うね。こっちは葉裏も含めて赤紫みたいな銅葉だけど、こっちは緑茶色みたいなイメージの銅葉だね。ズームアップして比べると少しの違いかもしれないけど、葉が集まると引きで見た時の印象は随分違うね。組み合わせの時にここを意識すると調和の度合いもぐっと違ってくると思うよ。花もピンクの花と合わせるなら赤紫を感じる銅葉に合わせるとより金磁色の調和が感じられるね。この藤バカマは茎も赤黒いから、こういった銅葉との相性もいいね。黄色に合わせるなら緑茶色みたいな方の銅葉に合わせると調和させやすいと思うな。アクセントに使う時じゃなくてベースとして使う時はこの辺りを意識しても調和の度合いがアップして一層魅力的になると思うよ。はい先生、写真に出てきた植物も細かく教えてください。そうだね、今組み合わせにも出てきたおすすめの気になる銅葉の常緑低木をいくつか紹介するね。まずはこれ、赤葉ツツジだね。カッパーエバーっていう品種名もついてるけどね、日当たりから半日陰で育つ常緑低木だけど、マイナス5度くらいまでで東北や北海道は厳しいところもあるみたい。僕はそこまで育てたことないけど 1.5 メーターぐらいにもなるみたいだね。玄関前の落葉樹の下の植え込みとかをかっこよく締めたい時とかにもおすすめだね。カッパーカッパー。そうだね、次はこれ、廃生の時は万作、品種はルビーランナーね。これも日当たりから半日陰で病害虫にも強く、寒さもマイナス7度ぐらいまでは耐えてくれるみたい。想像してみて、土留めの縁をしだれながら隠す黒い首飾りのような使い方。奥から花を咲かせるとどんな花でも際立ってかっこよく見えそうだよね。時は万作にはこの他にこのトリカラーの七彩とか注目の品種がたくさん出てきてるね。次は万両のベニクジャク。この子はなかなかの歌舞伎者だよ。生育環境は半日陰から日陰で、あまり寒さには強くないけど、僕がいる埼玉では問題なく育っているから、関東あたりなら強い北風とかをしのげれば越冬できると思うよ。大きくなりすぎないっていうことも魅力だね。続いて万両の次は千両ね。カラスバ千両とかダークショコラとかも呼ばれるね。これもなかなかシックでかっこいいね。新芽の時期は濃い黒葉も出てきて素敵かな。やっぱり寒さに関してはさっきの万両と同じくらいで考えた方がいいね。次はストロビランサスブルネッティだね。ストロビランサスって観葉植物のイメージだけど、これは比較的寒さに強くてマイナス5度くらいまでは耐えられるってなってるんだ。でも比較的新しい品種で実践のデータも少ないから、まだこれは鉢で本当に冷え込む日は動かせる管理の方が安心かもしれないよ。それでも銅葉で花も楽しめる常緑低木って欲しくなる性質だよね。銅葉植物はアクセントとして使う一鉢で植栽の雰囲気を一変させたり、集めて使うとシックな大人の雰囲気を楽しめたり、使い方次第で個性が出せるね。はい、集めたくなりました。でしょ。でもね、こういう銅葉とかって集め出すと植える場所がなくても見たことない銅葉に出会うだけで財布と相談もせずにカゴに入れてしまっていたり、植物好きがかかりやすい銅葉病っていうのがあるからね。僕ももうかかってるよ。みんなはこの銅葉病にかからないように気をつけてね。日直さん、キリンで、最後まで見てくれてありがとう。チャンネルを応援してくれるときは高評価、グッドボタンとチャンネル登録をクリックして、壁チョロの新しい動画をお知らせするベルのマークの通知もオンにしておいてね。